はい、こんにちはですね。今日はね、前々からちょっと気になってて、いろいろね、やっぱり僕の YouTube 見られて、散歩とかのね、問題行動について、いろいろね、相談があるんですよね。で、その中でね、結構ね、道具っていうのを使っておられる方がいてて、でね、ちょっと気になって動画撮りました。で、まあいろいろ道具使っておられる方、スリップリードとかね、チェーンチョークとか使ってはる方おられるんですけど、チェーンチョークもね、ちょっとね、使い方まずくてね、うちに来てる子なんですけどね、トレーニングでね、毛が擦れてなくなっちゃってる子がおるんですよね。で、訓練士さんに、そう言われたって言ってね、もう毛がなくなってる子がいてて、またね、チェーンチョークの方はまた後日取ります。とりあえずね、一番危ない使い方してるわって思うのが、ブロングですよね。ピンチカラー、あと名前によってはスパイクカラーとも言うんですかね。で、日本製で売られてるのはしつけくんとか言われてるやつですね。で、僕昔はね、正直言って使ってました。でもやめました。で、そのやめた理由っていうのが、やはり正規ちゃんと使わないと犬が傷つくっていうことなんですよ。それで、もう一切やめて、もう普通のフラットカラー、普通の首輪ですね、平たいね、それでセッションできるように自分のスキル上げました。それで、ちょっと間違いを訂正したいんで、この動画を撮ります。んで、昔のね、ホコリかぶったの、ブロングをね、ちょっと洗って手元に回ります。で、ケンちゃんならこのクラス、これ何インチかな、25インチ、もうインチのサイズも忘れちゃいました。もう山ほど僕在庫、スプリンガーのね、ブロングね、山ほど在庫持ってるんですよ。代理店やってたんで、ほんと山ほどあります。これね、何万円分あるんやろ、20万円分ぐらいあるんちゃうかな。半額ぐらいで買ってね、大量仕入れして、それで置いたまんまですね。高いですよ。これね、1万5千ほどするんかな、このケンちゃん用ぐらいで。で、昔のサイズでリンク、コマ抜いたるんで、ケンちゃんに合うかどうかわかんないんですけど、これをちょっと使ってね、危ない使い方されてる方、それと、散歩の引っ張りを直す道具じゃないです、これ。勘違いされてるんです、そこがね。散歩引っ張るからこれつけてはる方おるんですよ。ブロングとかチェーンチョークつけてはる方。で、スリップリード。散歩の引っ張るから道具を使うって、その考えがまず間違ってるんですよ。横についてて、コレクションですよ。合図する道具なんですよ。チェーンチョークもそうです。合図する道具なんです。スリップリードもそうです。合図を伝える道具なんですよ。引っ張るから引っ張るのを引っ張らさないようにする道具じゃないんですよ。そこの入り方が、道具の入り方が間違ってる、皆さん。だから、犬傷つけるような使い方になっちゃうんですよね。それで、治んないんですよ。で、治んないから、どん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 エスカレートしていく。入り口が違うんですよ。で、つける前に言っちゃいますが、これ、コレクション入れて、リードコレクション入れたら、こう動くんですよ。こうね、首輪が。これで、ツンツンとして、指示を伝えるんですよ。ツンツンとして。それを、このピンで刺さるから、刺さるから犬がおとなしくなって散歩を引っ張らないっていう解釈の仕方してる人が非常に多いんですよ。で、おとなしくなるね。これ痛いから。痛いからおとなしくなるとかね。で、チェーンチョークもそうです。ガッっていう音と、音でびっくりして締められるから、犬がおとなしくなる。そうじゃないんです、あれも。犬ってね、犬の首を、犬同士が、意識を伝えるときに、首をコンコンと牙当てるんですよ。コンコンと。
うん、それで、主張したりしてるんですよ。うん、自分の、主張をしてるわけなんです。これするなとか、ついてこいとか、おとなしくしろって主張してるんですよ。それを道具、人間って牙ないんで、道具でやってるんですよ。これでツンツンって、ツンツンってするわけなんですよ。うん、そういう合図する道具なんですよ。で、チェーンチョークもそうなんですよ。クックッとね、同じです。牙当ててるのと同じなんですよ。あれ、クックッと絞られるから、クックッて、これで噛まれてるように、犬は思うんですよ。それで、リードで普通のカラーより、飼い主さん、ハンドル側ですよね。ハンドル側の指示が伝わりやすいだけなんですよ。うん、ダメよって言って、クンクンとするだけの道具なんですよ。何も痛がらしてとか、怖がらして、なんて言うんですか、重圧をかけて犬を黙らす道具じゃないんですよ。そこが大間違いしてる。うん、ですからちょっと動画撮りました。ちょっとカメラ動画切らせていただいて、ケンちゃんにつけますね。はい、今ケンちゃんにつけました。こういう感じでつけます。顎の下からですよね。顎の下からで、耳の後ろに通します。これでこの調整っていうのが、これ何回か言ってるんですけど、これがチェーンが、中のチェーンですよね。中のチェーンがこれ締まり代がある状態でないと、このブロングっていうのは効かないです。このリンクのつながってるとこで、このチェーンが取ってるでしょ。このチェーンが余裕がなかったらダメです。ここにこれがリンク同士がつながっちゃうと、これ効かないです。まずここが間違ってる方が非常に多い。それと通す位置が顎の下から耳の後ろですよね。これでなんです。こういう使い方なんですよね。うん、それでブロングって重たいですから、ずってくるんですよね。ずってきたらダメです。また上上げてください。そういう感じです。でずるんで、これはこういう持ち方なんですよ。こういう、うん、こういう感じでちょっとテンションかけ持って散歩してるわけなんですよ。ほんでコレクションは上ですね。ウィンコンコンなんです。コンコンなんですよ。これで6項も解除ですね、できるんですよね。カンカンってやればね。うん、そういう道具なんですね。それを引っ張る犬につけたらどうなるかなんですよ。このピンがずれるんですよ。グーってグーって回っちゃうんですよね。グーって回っちゃって、グーって、それは犬痛いから、うん、痛いから黙るかもしれませんが、それでも引っ張る子は引っ張りますよ。でロックオンしてこんなんで引っ張っちゃうと、これがグイーッと食い込んでくるんですよね。うん、これでガンガンやったらどうなりますかっていうことなんですよ。そういう使い方じゃないんですよ、これは。うん、ただこういうふうに散歩しててですね、おいお前どこ向いとんや、チョンなんですよ。これでこのチョンで、ここのリンクの爪同士が牙当ててるようにクックって思うんですよ。クックッと牙当ててるようにで分かるんですよ、犬はね。理解するんですよ。それをダルンダルンにつけてしまうと、これが挟まないんですよ。刺さるんですよ、ダルンダルン。このチェーンがもうちょっとリンクが 長くて、このチェーンが詰まった状態、この遊びっていうかね、余裕がない状態で調整してしまうと、これを同じように引っ張ってもこのピンが刺さるんですよ。こコマが動かないんですよ。そしたら犬傷つけちゃう。うん、そういう風な使い方されてる方がめちゃくちゃ多いんですよ。ネックレスのように使ってる方、ネックレスのように使ったらこのピン刺さりますよ。うん、でスプリングラーのブロングはね、綺麗に処理してあるんですよね、ここが。でもね、メーカーによってね、これがね、綺麗に処理してないやつがあります。とんがってるような、とんがってるじゃないけど、角張ってるやつ、結構あるんですよね。これめっちゃ刺さりますよ。気ぃつけな。
うん、それとあとね、あのメーカーによってはね、ここのリンクのここが折れますね。うん、折れたら犬飛んでいきますよ。うん、だからね、あのメーカーもしっかりしたメーカーのもの使わないと、安いからっていうメーカー使っちゃうと、すごい犬危険です。それと使い方はもうこれ見てわかるように、ネックレスのように使わない、使ってないでしょ僕。これちょっとピンって張ってるでしょ。うん、こういう使い方なんですよ。これで軽く上にも リードつけて持ってて、ちょんなんですよ。この程度でブロングは効くんですよ。この程度ですよ。指一本でクッて動かすだけでブロングは必ずコレクション入りますね。で、チェーンチョークもそうなんですよ。ぐーっと上に持ってて、ずらさないように持ってて、上にちょんなんですよ。この程度でチョークもチェーンチョークも効きます。うん、それを勘違いしてガッツンガッツンやられてね、もうそれ虐待ですよ。うん、ほんで電話でね、相談あったから、数名の方がね、で僕行ったんですが、それ間違ってますで、また動画出しますこれねって言って行ったんですが、結構勘違いされて、変に道具の使い方の伝わり方されて、結構ね、多分犬痛めつけてるっていうか、痛めてる方多いと思います。でおとなしくなったって思ってるだけですね。うん、だから痛いから おとなしくなってるんですよ、これつけたら。そうじゃなく、結局コレクションが伝わりやすいからつけるんですよ。うん、首鈍感の子とかいてるんでね、そういう子らにつければすっとこのぐらいでコレクションが入るいうことなんですよ。うん、そういう意味でこの道具は作られてるんですよね。これをこう引っ張ったらどうなるんですかって、引っ張る犬をつけたら。だから道具ってね、犬が引っ張るから道具を使うじゃないんですよ。うん、道具って飼い主の指示を伝えるものなんですよね、全て。それをなんか勘違いされて、引っ張るから道具を使えみたいな方向になってる方が結構います。いや、引っ張るのは引っ張らないようにしてからっていうか、これ鶏と卵の問題みたいで、どっちが先かになるんですけど、まあ引っ張るトレーニングに使うのもいいんですけど、引っ張ったら犬痛めるよいうやつなんですよ。引っ張る前にどうにかしましょういう道具なんですよ。それを引っ張るからこれつけたらどうにかなるやろうとか、引っ張る犬はこれでこうやるんやっていう方もいます、トレーナーさんも。それ大間違いですよ。うん、そんなことする道具じゃないんですよ。うん、だからね、僕ね、こういう道具変に伝わるんで、もう使うのやめました。で自分のスキル上げました。うん、普通のリードと普通のカラーでね、こういうフラットカラーでね、うん、犬コントロールできるように、どういう犬でもねコントロールできるようにスキル上げました。で最悪僕作ってるスリップリードでできる、うん、飼い主さんがちょっと大変だなと思ったらスリップリードを進める。でもあまり進めないです。うん、でもこれ楽やよとは言いますね。うん、その程度は言いますけど、これじゃないとダメとかね、これでうちはトレーニングしてますとか、そういうこと一切しないです。お客さんの、飼い主さんですよね、飼い主さんの使っておられる道具でまずやってあげる。それから普通のカラーでもできますよということを教えていってます。はい、世の中にこのブロング、すっごい間違いがあります。でチョーク、チェーンチョークもすっごい間違った使い方が非常に多いです。首輪の下に通す訓練さんもいますからね。うん、それって、ほんでそういう訓練さんにのリードさばき見たら、もう体重かけてね、利き足をまず後ろに下げて、体重かけてガツンってやって、犬ひっくり返す勢いでね、犬飛んでいって、
それで伏せさすとかね。流れは綺麗んですよ、うん、訓練さんなんでね、流れは綺麗、綺麗な流れでやってはりますけど、犬ぶっ飛んでます。うん、そんな使い方じゃないんですよ。ただ合図を伝えるのに楽ですよっていう道具なんですよ、すべて。それを大間違いされてる。うん、でいいカラーもそうなんですよ。いいカラーは虐待やじゃないんですよ、あれもね。うん、あのいいカラーもいいカラーの使い方があるんですよ。それをわけわからん方がいいカラー使ったら楽やっていうことで、ピッコピッコピッコピコあの電気ショックでボタンを押してね、犬黙らしてるんですよ。じゃないんですよ、あれもコレクションに入れるね、リードもノーリードの時に遠距離でコレクション入れる最高の道具なんですよ。それを使い方が間違ってるからあれ虐待になるんですよ。うん、だからね、こういう道具ってね、すごい虐待の方向に進むんですよね。間違った自己流の使い方が広まって、うん、それがめちゃくちゃ怖いです。すごい虐待なんか、すごい何でも道具ってなるんですよ。前だケージありますよね。ケージもケージの中に閉じ込めた虐待じゃないですか。でまたこれ恐ろしい話ですけど、それを水の中に入れたらどうなるんですかっていう話なんですよね。であれも虐待の道具になっちゃうわけなんですよ。ですからね、使い方、そういう使い方される方はいないと思いますが、こういう使い方が間違っちゃうと何でも虐待の道具になっちゃう。うん、それがほんで平気で伝わってる、これが恐ろしいなと僕は思ってます。はい、ということで僕が道具を使わないわけ、変に広まるから、うん、それよりスキルを上げてくださいっていうのを広めてます。はい、ケンちゃんご苦労さん、はい、ありがとうな。はい、いつもいつもご視聴ありがとうございます。はい、ケンちゃんありがとう、失礼します。